デザイン周辺に暴走族が集結、夜景を楽しんでいるということで、新型コロナウイルスの拡大影響の、影響を受け、千葉県浦安市舞浜地区で深夜に爆音を上げる暴走族が増えるらしくて、感染防止のためディズニーランドリゾートの入場者数が制限され、周辺道路の交通量が減ったことで夜景目当てに集まっているため、住民が多くの苦情に寄せられているということなんですけど、これということなんですね。元気がなくてよろしいでございますね。なんでかというとね、やっぱりね、これぐらいね、元気あった方がいいんですよね。やっぱりコロナがどうか、どう、俺から言いましたらただの風邪だし、インフルとか、インフルエンザとかと何ら変わらないのに、何ら変わらないのにもかかわらず、なぜかコロナに過剰反応して、センシティブになって、神経質になっている。この状況っていうのは、非常に病んでるなと。まあ、こいつら全員、精神の病だなっていうふうに思ってますね。だってただの風邪じゃないですか。風邪を気にしてもしょうがないし、だって動物たちは別に、マスクも何もソーシャルディスタンス何もしてないわけですよね。何もしないけど普通生態系保ってる。人間だけがこうやってね、騒いでるわけでございますね。これどうしてかっていうとね、人間はやはり動物よりもね、知能が発達してる、やはり恐怖心だとか不安とかっていうのは、非常に動物たちより感じやすい。感じやすいってことは、そういった、無駄なしなくていいね、不安だとか心配事っていうのも大きくなってしまう。つまりそれによって、あれなんですね。そういう別にしなくていい心配事をしてしまうということなんだよね。だいたいそれはすべきではないし、逆に言ったら。やっぱりね、神経質になりすぎる。これは不幸の始まりなんですね。不幸の始まりなんですよ。考えなくてもいいことを考えすぎる。これがね、生きていくことにね、非常にね、障害になってしまうんですね。だからそれは考えなくていい。やはり、鈍感力とかそういったことも言いますけどね、やはりね、今人間たちがね、人類がね、身につけるものはね、鈍感力なんですよ。要するにね、潔癖症なんですよ、潔癖症。潔癖症すぎてね、人生破滅するんですよね。だから、風邪はやっぱ自分でね、なんか個人で気をつけて、小学って寝ればいいんですよ。もうそれだけの話なんですね。まあ、個人によって気をつけ方は違います。違うと思うんですけど。それだけの話をいちいち大きくして、無駄なロークをマスクしたりとか、絶対しなきゃダメだと、人に他人に押し付けたりとかね。そういったことをしているから、こういうことになるんですね。だから、非常にね、なんだか、弊害をでかくしている。ということなんですね。だから非常に、暴走族は、やはりね、これぐらいの、ね、元気があった方がいいわけでございます。だから、非常に、暴走族はどんどん暴走してもらって、日本を盛り上げていただきたいなと思っております。はい。